じゃあ仕方ねえか。久方ぶりだ自分。あれが本当の姿。あやつめ白ひげ実機近松の衆。絶望をくれてやるこの赤ひげ百鬼の総援。戦いは終わり、静寂が戻るも、そこにあったのは横たわるガーラの姿であった。しかし砂の相談やチオバーは己の命を落とし、ガーラを復活させるのであった。砂とこの葉の新たなる未来を渦巻きナルトとガーラに託して。そうして数日後、砂隠れには暖かな日差しに立つナルトとガーラがあった。そう、二人の新たなる道がここに始まったのだ。